大学を出た奥さん、知識はピカピカのステンレス。彼女の世界観を壊すことなく、私の体を通して詩を読むことができたらいいなと思ってました。赤ん坊のおしめ取り替えながら10年を語る。人間には行方不明の時間が必要です。あまりこう読み方を決めすぎず、その時に湧いてきた感情だったりはそのまま。この国の若者の一つの顔がそこに火をはらんだまま凍っている。声を出して読んだ方が茨木さんの死に近づけた。私の耳元を染めてくるこの熱いものは何か。以来彼は私のどこかに住み着いている。それでもいいえ、私たちは前を向いて戦っていくの、考えていくのという姿勢が、私もそうでありたいって。親しさだけが沈殿し濃縮され、結晶の粒子は今もさらさらこぼれ続けています。今の自分にも腐ってくるというか、自分に生き返されてるような詩だなと思いましたね。というより言葉と言えるほどのものがない。この短い文でも、この何度も何度も読んでいくうちに、その景色が広がるというか。さらさらと歌に読んでくれたので、今の人も気づくのだ。叱咤激励をしているような文章もたくさんありながら、愛を降り注いでいる感じがして、純粋のモルトになって、一層私を弱しめる。私が一番綺麗だった時、まちまちはガラガラ崩れていって。内容が深いものもいっぱいあるんですけど、ポジティブに描かれてるなと思って。自分の感受性くらい自分で守れ、バカ者よ。背中を叩かれたような喝を入れられた気分になって、